FM 豊橋 FM 豊橋原社屋株式会社 FM 豊橋は愛知県豊橋市にあるコミュニティ放送局愛称林のみ FM コールサインはジョス 6AFM コミュニティ放送局としては中部地方発の開局で全国でも3番目の開局となる豊橋市内の催し会場を中心に年40回以上の公開性放送を行っている 災害時の緊急放送に有効などの理由で、豊橋市から年間約2000万円弱の放送一択料を受け取っている。開局当初の愛称は、恐竜の街にちなんで、恐竜の総称、ディノザウルスから FMD のを用いていた。その後、1996年6月には、周波数84、3MHz や島崎東村の同盟の市から取った、ヤシの実を愛称としたが、 曲名としては FM 豊橋を対応するなど積極的には使用されなかった。2018年11月には開局25周年に合わせて曲名をヤシの実 FM に変更した。この愛称は一部の番組や番組表のタイトルにも用いている。番組情報を掲載した広報フリーペーパー84.3プレスを年に4回発行している。 FM 豊橋のほか、豊橋市、豊川市、鎌郡市、田原市内の主要店舗にて入手可能。送料希望者負担による郵送も行っている。また、公開放送開催時などに配布する場合もある。地域情報を中心とした、ワイド番組を1日2本、月曜から金曜まで編成し、リスナー参加型の番組制作を行っている。自社制作放送も多く、 平日は6時から22時、土曜は8時から20時、24時から27時、日曜は17時から19時まで行われる。それ以外の時間帯ではミュージックバード配給番組を主に放送する。特別番組については84.3プレスに掲載されているもの以外にも急遽追加される場合がある。正月3月日中は正月特別番組を除き、 ミュージックバード配給番組を終日放送する。2014年、豊橋駅前のサーラタワーにサテライトスタジオ、ココラスタジオがオープンしたことで、ココラスタジオと本社スタジオの2カ所で生放送をしている。生放送、録音番組の他に、東三河で行われるイベント会場に特設スタジオを設け、会場から公開性放送が行われている。また、 年に一度、豊橋市議会も生中継されている。原則24時間放送となるが、日曜はメンテナンスのため27時をもって放送を終了する。放送開始を伝える音楽は、島崎闘村のヤシの実で、コールサインと共に毎日4時59分に流される。放送終了を伝える音楽は、ミュージックバード配給のものをそのまま放送する。日によって異なるが、 放送終了後もギターなどによる落ち着きのある音楽が最短10分、最長で1時間前後配信されることがある。この音楽は放送事故の発生時にも流されることがある。コマーシャルは1時間番組あたり約1、2分。コーナーごとのスポンサーがない場合は定時の1分前にのみ挿入する。21時から6時の番組では主に防災ファイルやコールサインを流し、 スポンサー CM はほとんど流さない。番組によっては放送中の番組そのものの CM が放送時間内で流される一方、一切 CM を流さずに放送されるものもある。交通情報は日本道路交通情報センター提供のものを流している。近隣の三円南新地方の浜松市の浜松 FM 放送や飯田市の飯田 FM 放送との交流が盛んで、 三局のパーソナリティやスタッフが共同で公開生放送を実施することがある。もっと、三園南新情報局は、この三局による共同制作番組である。なお、この番組を制作する以前から、浜松 FM 放送と協力関係を築いており、合同ネット番組、ヒートポップナビや合同公開生放送、ハロー、ヤシのみ、 レイクサイドウェーブイン浜名湖パルパルを放送していた。三円南新のコミュニティ局のほか、愛知県内や近隣県の他のコミュニティ局とも、良好な関係を保っている。2017年1月からは、FM キャッチ、FM、トヨタ、メディアス FM、西終わり FM、CTYFM とともにワンガンレコードプロジェクトを開始し、合同ネット番組、ワンガンミュージックを放送している。 なお、2018年4月からは、FM 岡崎でも放送されていた。なお、この番組は2020年5月末をもって、終了した。2019年8月4日に、浜松 FM 放送と合同公開生放送、開局25周年記念特番やしの実に、ハローやらまいかで、ええー、じゃないか。を、浜松フルーツパークのハロー、サテライトスタジオから放送したほか、 2019年10月6日には、FM 岡崎と合同公開生放送。振り向けは、東、三河およん、岡崎南店から放送した。一方で、本局開局前に、愛知県豊橋地方向けのローカル番組を制作していた CBC ラジオや東海ラジオの豊橋支局は、本局開局を機に、ローカル番組の制作を終了している。 2018年9月現在の自社制作番組のみを挙げる。自社制作番組以外の時間は、ミュージックバード4コミュニティ FM をサイマル放送する。これらの他に、公開性放送形式の特別番組が放送されることもある。メインパーソナリティは、渡辺金星。カッコ内の各担当番組は2018年9月、現在のもの。ありがとうございます。